今日も始まりました。ともこチャンネルです。はい、はい、今回はですね、はい、6月6日の月曜日にですね、上尾駅にてみゆか母と凱旋とチラシ配りにをやったのですが、そのことについてお話ししたいと思います、はい、あとは私たちのちょっと今後のことについてもお話ししたいと思いますし、はい、そしてですね、前回の動画みゆか母とですね、ね、あの動画を撮りまして、うんうん、とてもあの好評だったようで、あ、すごいすっごい見られてるね。そうみたいで、びっくりだね。みゆか母もとても喜んでおりました、うん、そうだね、はい、喜んでたね、すごい喜んでおりました、ね、皆さん、ね、はい。で、今回のこのみゆか母の凱旋もさ、うん、初凱旋デビュー、そうなんですよ。でもですね、あのその日はですね、うん、本当に雨がすごくて寒くて、もう本当にね、一日中雨でかわいそうです。まあ私たちみんなかわいそうでした、寒くてね。そうだね、すげー寒かったね。肩もね、テープ止めてもパタッと落ちちゃうしね、大変だった。あれ何度もねやって大変だったんですけど、本当だよね。前回の上尾でやった時はさ、すげえ35度とかさ、すげえ暑すぎて人いねえみたいなさ、ね、今度なんか雨降って、そうなんですよ、すげえ寒くて人いねえみたいな。まあなんとか屋根があってね、そう、まあそうだね、そうよかったんですけれども、そのですね、でもあの皆さん凱旋をですね聞きたいということでですね、あのなんとか様子を取れましたので、はい、私の埋設とですね、はい、みゆか母との凱旋をですね少しだけお聞きしていただきたいと思います。はい、はい、どうぞ。上尾駅をご通行の皆様こんにちは。今年の夏6月22日から7月10日に参議院選挙が行われます。参議院選挙が終われば3年間国政選挙はありません。与党が大勝しますと消費税が増税されます。消費税 19% まで上げられても大丈夫ですか？私は困ります。ですので消費税廃止を訴える令和新選組を応援しています。埼玉選挙区では西美優香さんが令和新選組から公認候補予定者となっております。西美優香さんは25年間弁護士をしており、ニューヨーク州の弁護士資格まで持っておられる方です。令和新選組の山本太郎さんが党首討論で発言した、この国のオーナーはあなたなのです、総理大臣は雇われ店長クラスと発言されたのをテレビ越しに見て、これが民主主義だよと共感され、令和新選組からの出馬を決意された方です。今日は令和新選組から公認候補予定者西美優香さんのお母様であります美優香母81歳にお話を聞かせていただきたいと思います。では美優香母、よろしくお願いいたします。皆様お寒い中ご苦労様でございます。私は令和新選組山本代表の何があっても心配するな、そんな国をあなたと共に作りたいとの信念をスピーカーを通して聞き、大きな感動を覚え、令和新選組の扉を叩き、この度埼玉県より国政にチャレンジするため参加させていただこうと頑張っております令和新選組西美優香の母でございます。令和新選組のスローガンであります消費税の廃止、ガソリン税のゼロ、この2本の柱を掲げて戦ってまいります。娘は嘘はつかないです。真実をきちんと皆様お一人一人のお声を国政に届け、反映するために皆様方のお役に立ちたいと立ち上がっております。西美優香、西美優香でございます。私はそんな娘のけなげな姿に感動し、81歳の老体と言ったらいいのかな81歳を迎え、もう過ぎておりますけれども、こうやってマイクを握らせて握りまして皆様方にお伝えしお届けしております。どうぞ西美優香、西美優香がどんな
国政にチャレンジしてどんな仕事をしてくれるか私には想像がつきます。彼女ならやってくれる、彼女ならお一人お一人の意見を絶対に国政に反映し、そして実らせると私は信じております。どうぞ皆様のお力を西美由加にいただきたいと存じます。よろしくお願いします。はい、いかがでしたか。もう美由加母の凱旋はですね、本当に娘のなんかこう意思を応援する ね、 そうだよね、すごかったよね。本当だよね。本当にもうすごい、もうあの子ならね、うん、もう絶対大丈夫、ね、嘘はつきませんって、うん、本当にねすごい、うん、何回もああいうことを言ってたんですけれども、うん、あとはですね、あの凱旋で流したのは、うんうん、あれだよね、太郎さんのあの9分動画も流しました。2019年5月5日の、うん、凱旋とかをですね音声で流したんですよね。そう音声で流れるあの、うん、マイクセットなので、そうあとはだからあの普段の太郎さん令和のさ、うん、オープニング今のとてもいいので、うん、それを音声として流したんですよ、うんね、そしたらですね超良かったよね。それもめっちゃいいよね。みんな、あ、太郎さんいるのみたいな感じで、うん、そういねえのかみたいな感じだけどいるのって言われるもんね。あ、いないか。そうで、やはりですね、チラシを配っても受け取ってくださった方が多かったようで、うん、そうだね。あれはなんかなんだろうね、ただ普通にさシーンとしたところでさね、うん、チラシなんか配ってってもさ、それよりもさなんか音楽とかさ、なんかそのね、凱旋とかね、そう、太郎さんのやっぱ凱旋のやつを流したりとか、うん、やっぱまともこも話したりとかさ、うん、あの美由加母も話したりとか、やっぱなんかしてる時がやっぱり配りやすいよね。いいと思います、本当に。なんだろう、こっちのモチベーションにもつながるしさ。うんね、そうですね、うん、本当に良かったよね。そうあのいいよね、いいですよ。今後もね、いい私たちがやる時はやっていきたいと思うんですけれどもですね、うん、あの今後ですね、私たち、うん、なぜかとても忙しくなりまして、うん、はい、あの上尾駅の凱旋をきっかけにといいますか、うん、あの船体が変わられたことによってですね、うん、もうなんか私たち船体の一員かのような活動をすることとなります、うん、今後、うんうん、そうね、はい、あの美由加さんともですね付き添って凱旋を行くことになりました、うんうん、まずはですね、私たちあの以前にも言ったんですけど9、10、11、12お休みでして、はい、ということで、うん、9日はですね美由加さんと凱旋をいたします。はい、はい、こちらです。はい、はい、こちらに同行しますので、もう朝からですね、うん、最後がこれ私たちがいるのは川越駅まで一緒にいます。川越まで一緒にやって、で、うん、その後はですねちょっとあのもう一人の一緒にやってくださる方と美由加さんと、うん、あとはボランティアさんがその現場に来てくださってですね、うん、一緒にやっていただきたいと思うんですけど、うん、ちょっと早く退散するのはですね、次の日にですね、私たち仙台にあのお呼ばれしていまして、仙台に行かなければいけないんですね、車で。ね、令和東北祭りだっけ。はい、そちらにお呼ばれしましたので、そっちが先だったので、うん、ぜひですね、行かせていただきたいと思いまして、うん、こちらですね、はい、こちらの、はい、東北祭りに。そうね、行かせていただきます、うん、これ見てるもしあの、うん、お近くにお住まいの方、もしくは東北にお住まいの方とか、よろしくお願いします。まあ、どっからでもいいですよね。もう本当に東北にみんな集まれ。そうですね、はい、よろしくお願いします、うん、盛り上がって偉いよね。東北の皆さんなんてさ、選挙区にさ候補者もいらっしゃらないわけじゃないですか。そうだよね。そうなのにこんなにすごく頑張って。そうだよね、それは熱いもんね、うん、素晴らしいと思います。すごい熱い、うん、はい、ということで私たちはですね、うん、10日の夜9時ぐらいまであるんですよね、それが。あ、そうね、会場を借りてやるらしいので、うん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 、なのでその日はちょっと一泊して次の日に帰って、うんうん、11日に帰りまして、そして12日はですね、うんうん、また美由加さんの凱旋をですねお付き合いさせていただきます、はい、同行させていただきますが、うん、もう少しでスケジュールは決まると思います、うん、ほぼほぼ決まってます。そうなんだ。あ、12日はまだはっきり決まってないんだ。9日だけははっきり決まってるけど、はい、12日はもうちょっとで決まります。あと美由加さんは11日ももう予定が決まりますので、うん、そのうち私のですねあのコミュニティがありますよね、動画の。そちらでですね、うん、凱旋決まったらですね、決まった順に流してますので、ぜひご確認いただきたいと思います、うん、美由加さんのスケジュールを。そうだね、はい、うん、そういうことでですね、私たちも7月9日までですね、うん、もう全力で、うん、
休みの日はですね、うん、あのそうね、西さんのために使える。休みの日はもう全部西さんに入って、はい、ということになると思いますので、うん、皆さんもですね、ボランティアをやられてる方がこれを見てくださってればですね、うん、あの本当にもう悔いのないようにですね、あのやっていきたいと思います、うん、これはですね、こんなに市民なんで市民選挙、西さんも言ってます、市民選挙を頑張るっていうのをやってるんですけれども、うん、初めてのことなんですよ。ね、ああ、選挙区に、そう、ね、うんうん、そう、今まで太郎さんの選挙っていうのは比例に出てたので、うん、こうやって選挙区で頑張ることってなかったんですよね。だから、うん、掲示用のポスターも貼ることは今までなかったんですけど、うん、今回からその福岡も愛知も大阪も埼玉も初めてのことなんですよ、皆さん、うんうんうん、だから大変なんですよ、うんうん、そうだよね。はい、なので、うん、あの掲示用ポスターですね、あげおだけでも285箇所、そして、うん、埼玉県内全部だと1万2000箇所以上あるんですよ、うん、それを22、23、24、3日間ぐらいでですね、貼り終わるといいなと思っておりまして、 そうだね、そのためにですね、今ボランティアの皆さんで頑張っております、うん、LINE でね、どん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 いろいろやってるので、そうね、誰がどこ誰がどこってね、もう今振り分けて、ね、まだ振り分けてないです、あんまり振り分けてない、ね、まだ今支部長を決めてるだけなんです、うん、地域ごとに分かれて、うん、今支部長を決めてる段階なんですね、うんうん、そこにまあ私もあげおと、とりあえず稲も支部長なんですけど、稲はですね、町の方がですね、誰かいらっしゃったらそちらに譲りたいなと思うんですけれども、まあ今のところ私が、でも、うん、あげおがすごい、もっと人数が今、うん、パパパーってもっと集まれば、うん、あげお大丈夫ってなったら、うん、別にうちら稲行ってもいいよね。そうですね、そうですね、いやでもぜひですね、同じ町の方、稲の方ね、うん、ボランティアぜひやってください。うん、そうだね、まあそうですね、だから大変なんですよ。何かと言いますと、ちょっといいですかね、うん、あの掲示用がありますよね。例えば285箇所ありますよね。その285箇所の住所と地図があるわけですよ。ここに。ね、例えば何番何番で振ってあると思うんですよね。うん、その何番から何番までは、この方にそのポスターも渡さなきゃいけないし、地図も住所も教えなきゃいけないわけですよ。それをですね、何十人にやらなければいけないわけですよ。うんうんうん、でも各地区の支部長さんたちっていうのはどうすればいいの？一回早朝にみんなでバーって集まって一箇所に、でそこでみんな当日、うん、当日でみんなで振り分けて、 でもさ、その前から住所は知りたいじゃん、自分が配る。ああそうでしょ、 LINE で教える、住所は LINE でいいんじゃない。ああそうか、うん、それでもいいですね、当日。そうですね、うん、集まって渡してもいいし、うん、それかもう当日速攻自分で行きたいと思う人には先に渡してあげたいとも思いますし、まあ、それか前日の夜でも前日の朝でも、うん、まあねいいけど集まってもらって、それか、あ、うん、ここね、あの近くにショッピングモールあるので、そこで渡してもいいですし、うん、待ち合わせしてとか、うん、まあそういう感じでですね、うん、渡していかなきゃいけないわけですよ、うん、まあ多分何十人っていう話になると思うんですね、うん、だからそういうふうに大変ですけど、でもやりがいもありますし、これ悔いの残らないようにやるには超いいと思うんですよ、うん、ね、頑張りましょう皆さん、ボランティア。すみませんね、なんかこのうちうちの話になっちゃいましたけれども、うん、これね本当に大事なんですよ、埼玉県民と、あとはその周りのですね、埼玉を囲ってあります、うん、あと選挙区のない方々たちのご協力が本当に必要なんですね。俺昔あの知り合いの、あの市議選の手伝い行ったけどさ、うん、市議選のあのポスター貼り、うん、やっぱり早朝みんなで集まって、うん、そうで、そこで誰がどこ誰がどこって振り分けて、うん、まあ2人1組ぐらいだよね、誰がどこって振り分けて、うん、1人がいいっていう人ももういたよ、はい、バイクで行くので僕は1人がいいですって、そうだよね、うん、バーッ、はい、解散って感じ、うん、でその時はね、でも俺ね画鋲だったんだよね、貼ったのね、シールです、シールなんだ、うん、何言ってんの、それ決まりなの、決まりです、あのもうすでに貼ってる、そうポスターの紙の後ろに、うん、そう、もうシールなんでペラって剥がし、ペタって貼ればいいだけです、はい、そのような感じです、ゴミがっていうことを言ってたのね、はい、ということでですね、うん、長くなるとあれですので、うん、今後はですね、それこそ凱旋ボランティア、その掲示用ポスター22、23、24日のね、お休みをですね皆さん取っていただいて、私たちは22、23はボランティアやります、うん、はい、お休み取りましたので、うん、はい、22だけでもいいです、1日ですね、うん、埼玉県民の方はですね、はい、ぜひボランティアしていただいて、簡単なんですよ、貼ればいいんだから、そうだよね、そうそうそう、その場所に行って貼るだけだ、ね、難しくないんですよ、うん、そう、掲示板に貼ればいいだけなので、うん、単純作業なので、うん、ぜひですね、どなたでもできますので、やっていただきたいと思います。そうだよね、はい、当日の多分朝分かるよね、貼る場所ってね、抽選だよね、前日分かんない、抽選、抽選でしょ、1234とか書いてあるじゃん、あ、あれ多分抽選だよ、朝美由香さんが抽選に行って、うん、
でそこで、まあ、例えばくじ引いてで、ね、1番あ何番とかだったらその何番に貼るわけね。そうですね、きっときっと多分そうだと、はい、前市議の時はそうだった。そうですか、うん、はい、あとは凱旋ボランティアもですね今受け付けていますし、あの、うん、先ほどのように場所が決まってます、うん、ここの中だと朝一だと朝霞台駅に行くんですけれども、私たちとみゆかさんがそこに来ていただいて一緒にボランティアをやっていただいたり、うんうん、そういうふうに駅とかが多いと思いますので、そこにボランティアとして来ていただいたりですね、今後は事務の仕事も増えるらしいですので、うん、大宮の事務所に行ける方はですね、うん、行っていただきたいと思います。そうね、はい、まあ、本当に何でもやることはあるんで。そうですね、ね、はい、募集はですね、あの、うん、西みゆかさんのツイッターやチーム西みゆかというのでがですねアカウントでありますので、そちらでご覧ください、うん、もうねみゆかさんのねツイッターとてもいいんですよ本当に今の、うんうん、女性をですね、うん、すごく今なんか日銀総裁があれですよね、日銀総裁が家計が値上げを受け入れてるって言ってるんですよ受け入れてるわけないですよね受け入れてるわけないじゃんね、うん、そういうことをですね、うん、あのみゆかさんのツイッターでは流れて、うん、それに対しての意見をですね、うん、流していますので、ぜひとてもいいですよ、うん、もう本当そうだそうだって思うことばっかりですので、ぜひツイッターも見ていただければと思います。なんかもう本当かなやな、なんかいつなんかじゃあ日本も金利上げようなんて言い出すかどうかがもう、うん、ね、本当に ね、あの本当に給料上がらないんだからもう給付するしかないんですよ、うん、給付しろ、それか消費税をね、うん、廃止するしかないんですよ、ね、うん、はい、だと思います私たちも、うん、あ、もうこれからはですねちょっと動画をこれ撮る時間もないと思うんですよね。ああ、そうだね、そうなんですよ本当に、あのでもですねぜひ仙台に行った後はですね、うん、どんな様子だったかはですね、あ、それはちょっとアップしたいね、アップしたいと思います。はい、ぜひその後はですねなかなか難しいと思いますが、うん、全てにおいて今頑張っておりますので、うん、皆さんも協力よろしくお願いします、うん、お願いします。はい、ということで今日はこの辺で、はい、はい、このチャンネルを初めてご覧になった方、まだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。この動画が少しでも良かったという方は応援の高評価もぜひよろしくお願いします。はい、それでは皆様ご一緒に国民を豊かにする改革をするために選挙に行こう。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。